はい、皆さんおはようございます。今日は8月の11日お盆ですね。世の中は車でね、静岡の伊豆ら辺まで行って2年越しの成人式が上田であるということで、まあそこはちょっと気分次第でね、行くかどうか決めるんですけど、まあそんな感じの旅になります。山奥にあるね声カスカスじゃないの今から相模原の山奥にある第一サイレントリバーっていうね、サウナの貸し切り施設にちょっとね向かってます。もう何ヶ月ぶりか分かんないぐらいのマックをこれから食べます。この3日4日のためにちょっとね、綺麗なご飯ばっか食べてたんで、ダーティーなものいっぱい食べます。これやばいね、ちょっとうまカップラーメン買うとか言ってましたよ、この人カップラーメン初心、はい、待って、松さん行かれてる佐藤でも初心思い出すわ。ピザポテ来てちっちゃいのでっかいの、でっかいの、でっかいのいいんじゃん。松さんは体がでかいです。はなんだあとちょっとです。マジで天気は最高すぎる。最高だね。そう、今ちょうどね台風が来てて、俺たちね野宿キャンプキャンプをするんですよ。台風7号とともにこの3日間過ごします。最後には楽しい楽しい成人式が待った楽しみなの。きついちょっと楽しみ、楽しみ。第一サイレントリバー到着。まだできたばっかでね、貸し切りのサウナとか川そのまま飛び込めたりするんで、人がまだあんまりいないね。やば、見てこれ、外気浴スペースじゃん。これすごいね。ここでしかも3人分じゃん。私俺オリオン恥ずかしくないなって。この人はダメだ。キャンプデビューということで、新しくテントを買いましたよ。いやー、いいロケーションですね。まあ、達也がもともと建築系の学校に行ってたってのもあって、おばだってないです。やっぱここら辺は率先して達也がなんか想像以上にいいわ。来た、うえへい。今年ブラジルでキャンプをしてから、いつか自分のテントを買おうと思ってね、やっとそのタイミングが来たので買いました。まあ、この椅子、この椅子いい椅子。まあ、テーブルは100均で、さっき買いました。この椅子の小ささ何なの？うわー最高、めっちゃキンキン。東京にいるとこういうね、非日常をね、味わえなくなるんで、大切だよね、こういう時間。皆さんのですね4日間の旅行の成功を願って乾杯。乾杯。ケビー。このまま乾えるわ。うわ、気持ちいい。やばくない？今度無人島でサバイバル生活しちゃう。そうだね。結構マジ命の危険をさ、覚える経験しとけばさ。確かに。無人島に持ってくなら何持ってく？女の子とか絶対仲悪くなるで。たっちゃん魚取ってきてって言ったじゃん。無理だったオセロ、なんか森から帰ってきた人みたいになってるのを待つ。キー欲しいね。キーやったらマジでやばい。本当にもう原始人みたいになる。ジャケっぽい、ジャケっぽい。はい、この書カビアさんのチアで休んでるんですけど、俺らずっと中学の時からみんなでね破天荒な遊びをしてきたんですけど、チルい感じのね遊びも
僕らできるようになったということで、少しは大人になったんじゃないかなって感じがします。いや、焼肉のターレイはいただきます。舌がちょっと赤かった赤かった。あー1日目終了。明日がなんとかジョラガラ海岸行って、そう、ウジョウラ海岸で新島ウジョウラ海岸。新島の動画で来たたった一件のコメントで、ハブシウラ海岸ですよ。2日目の朝です。時刻は5時40分くらいですね。自然の音、そして今めちゃめちゃ涼しいし、うん、あ、いい朝です。改めておはようございます。ちょっとここひんやりしてて今寒いんですよね。肌寒いんですよ。今日はね、サーフィンの体験をしていきます。サーフィン行くよあと20分で今日の目的地の海岸に着くんですけど、ちょっと早めに来ちゃったんで、まあなんで村松が栗松って呼ばれてるかってところの話に行きたいんですけど、まあ栗松ってのは俺らの中だと割ともう禁止用語みたいになってるんですけど、まあ、中学校時代から村松ってトゲトゲしい髪型してて、の稲妻イレブンの栗松に似てるってところから村松を今栗松っていじってます。なるほどね。加藤さん、ちなみに一回言ってみてくださいよ、どうなるかってところを見てほしいんで。昨日のここで俺が体張らなきゃいけない。栗松っていうとこうなります。何をやるの。とりあえずお前の過去のセンサーをつけようか。まあ、ちょっとここじゃ痛いよ。お前ねえ、無理無理。栗100連発とかさ、お前忘れてねえだろうな。俺が電話入るときにさ、結構ガチでなんかそういう系だと思われるよ。あのちゃんのホモビデオみたいになっちゃうよ。自分の意思でやってるの。それも僕に LINE で送ってきましたよ。な、川北さん頑張りました俺はみたいな。なんで頑張りました。弁明していいよ別に。ないです。え、ないです。お前からなんか言いたことないの。これないですか。うん、でもまずさ、あれを見せてやってください。あれ、はい、あれって何。これって何。これって何。あ、それこれ違います。栗秀さんにも伝えときます。よくねえ、ほんとに。こいつマジ。どうするくれますさ。痛い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 。もうちょい待つか。もうちょい待つか。なになに。ダジャレ。もうちょい待つかって何ダジャレなの。いや今こいつもうちょい栗松かってなんか顔してました。絶対に。あ、いやもうちょい待つかって言ってんだけど。いやちょ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 、こじらせるって何。こじらせるね。お前のその横目で見る感じよ。分かってんだよ。もう俺プレイヤーで誰に似てるかっていうのを今話し合ってて。勝つやわすめようかね。俺は諦めないでやんす。湘南のサーフショップに着きました。今日はね、とりあえずここで2時間サーフィンをやっていきます。 3 hours later. サーフィンを終えて帰ってきました。サーフィンの様子はね、撮れなかったんだけど、めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかったよな。でもマジで思ったよりね、ボードサーフィンできたので、みんなめっちゃ晴れてる。台風どこ行ったって感じ。悲しい悲しいでここは。これから城ヶ崎海岸に行きます。城ヶ崎海岸ですよ。やめてー、こっちやばい。え、ちょっと夏バテやばいっすか。まあ休んどけ。 ありがとう。今これテイク2。 伊豆の方にある城ヶ崎海岸というとこに来ました。イエーイ。橋があるらしいんで見に行きます。東海町。これマジで危ない。徹夜。徹夜じゃねえよ。徹夜ください。誰がおならばっかりしてるやつ。神秘的。もう叫びたいよね。叫びたいな。なんて
なんて叫ぶなんて叫ぶこの度、村笠議員最高とでも叫びたいです。あー、なるほどね。小声で叫ぼうぜ。せーの、村笠議員最高。これめっちゃいいよ、これ。はい、下手くそが頑張ってます。すごない?ここより綺麗だった。いい写真もいっぱい撮れて、天気も晴れたしね。天気も最高だね。晴れすぎ、普通に、うん、逆にちょっと暑い。逆に暑いちょっと一旦温泉行こう。うん、宿チェックインして。 One hour later 着きました。今日の宿です。今日の宿 50% 割引ってことですよね。やばくない？やばい。おい、やめろやめろやめろ、うつすな、うつすな。今日ここまで晴れただけ奇跡だと思う。今日泊まる宿、やっぱ台風の影響でキャンセルしてる人がいっぱいいるみたいなんで、ちょっとしょぼいエリアだったんですけど、どこでも使っていいよってことなんで、ね、組み立ててきます。テント、ちょっとみんなサーフィンでお疲れの様子です。昨日キャンプして地面硬すぎたんでマットレス買いに来ました。まあ俺らの上半身だけ引いて、うん、確かに下半身ちょうどいいし、あれで、あ、いつもの旅恒例、松さんのいいところゲームです。松への愛を語ってよ。家に帰った松がこの動画見るから。なんだかんだ言って優しいんですよ、はい、自分がいじられても、それは自分がいじられても松さんっていうのは後でじっくり見ようか。これやばいよ、見えてないよ。どれどれどれ。なんで俺には。おい。おい。